シュートは達成しなきゃいけないことって2つしかないんだよ、まあ、それが分かってることかな。まず何だと思う、シュートでこの2つさえやれば絶対入るっていう2つ、これをやろうとして1万本打つのと何となく打つので全然違ってきちゃう。何センチ余ってるか知ってますか。これ10、これ直径45センチだからボールでこれ25センチぐらいあるんだよ。要は外れるってことを考えると横に10センチ以上ずれるか前後に10センチをずれるかしかない。わかる。だからシュートって左右に10センチをずれないように打って前後に10センチをずれないように打ったら絶対入るから、外すことができないんだよ。その2個達成しちゃうと外れないの。だからそれを分かって打つのと分かってない打つの全然違っちゃうから、横にずれないで前後にずれないをどう極めるかっていうのを考えてやってみて、はいはい、でその上でじゃあさ優先順位どっちがさ上ででかいと思う。逆言うと前後にずれちゃうやつと左右にずれちゃうやつどっちが罪が深いと思う。その通り、左右だよ。左右にボールが曲がる原因がフォームにある人はどんだけ数練習しても左右が確率上がんないから、だからまず自分のフォームに左右にずれる原因がないかチェックした方がいい。でそのための一番いい方法は撮影、こういう感じで正面から撮るのよ。その正面から撮ったらこうやってさじわーって動かせるから、こうやってこれで自分のフォームをこうやって見てみるわけで、ボールの真ん中をまっすぐ押せればいいけど自分で分かんないとこのまま100万も打っちゃうから、悪い原因あるなと思ったらそれどうやって直すかなっていうのをちょっと意識してやると最初のステップはいいと思う。あ、手ぐっちゃぐちゃ、手ぐっちゃぐちゃだね。だいたいこっちに入るのってここの肩甲骨がこうやって剥がれてくるからこう来るんだよ。こいつがここにあるとあんま内側に来れないから、これを引いときたらもしこれでもどうしてもこれが引いちゃうんだったら自分の左肩をこうやって引いときます。こうなるとこっち方向ってあんまりさ肩が動かないんだよ。だからちょっとスクエアでこうなっちゃう人たちはこうしとくと押す方向に肩が収まりやすいから、肩甲骨が安定することと肘がロックしてることが安定しやすいことの条件だ。このメンバーでいい判断で無意識無能が一番もったいないから、これがみんなまだバスケ続けていく上で日々日々成長していきたい。何しようとしてるかで1年後とか3年後の自分が決まるから、そこをコーチに与えられただけじゃなくてやっぱ自分で考えられる選手になってほしいし、そのまあアイデアを提供した感じだ。この3日間でみんなを何かできるようにしたんじゃなくて考えるきっかけを与えたっていうつもりでいます。ありがとうございました。ナイス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 、また会いましょう皆さん。